公式ロボドイトンコーヒーは、太陽国北部のメーファール湾群、ドイトン産のコーヒー。豊かな香りと、ほのかな苦味を有する。ドイトンは、東南アジアのミャンマー、タイ、ラオス、ベトナムが含まれる黄金の三角地帯内に位置し、決死等の麻薬栽培が盛んな地域で、麻薬中毒や武器の密輸、人身売買が横行していた。1988年、 荒廃した地域を再生すべく、ラーマ8世とラーマ9世の母、シーナカリン王大号が設立したメーファールワン財団がドイトン計画を立ち上げ、消し畑をコーヒー農園やマカダミア農園に添削する支援を開始した。プロジェクトは順調に推移し、消し裁判の99.9%を撲滅するに至った。プロジェクトは喫茶店。 ドイトンコーヒーショップを立ち上げ、タイ国内に25店舗を構える。国外には、日本国最新全国製財団の協力の、元日本に1店舗を出店している。またカルディコーヒーでも取り扱っている。金森貞博、2012、麻薬撲滅支えるコーヒー店、朝日新聞2012年7月13日。ABC 松田拓郎、2012、 麻薬撲滅へ希望の一杯、茨城新聞2012年7月13日。A.B. 宮本漢字、2012、麻薬撲滅支援コーヒー店、毎日新聞2012年7月18日。原田拓也、2012、麻薬撲滅この一杯が支えに、東京新聞2012年7月14日。ザ・ポスト・パブリッシング、2012、ザ・ウィーク・アヘッド・チューズデイ。 バンコクポスト2012年7月15日、ドイトンコーヒーカルディコーヒーファーム。ありがとうございます。